はい、ありがとうございました。今日帰られる先輩方、遠野村先生と、アルト先輩に代表して、一言ずつ、よろしくお願いします。7人が全部1年生だというふうに一番初めに聞きましたけど、1年生の時はみんな大変よくやります、感心しました。でただ中学校の時からの剣道を引き継いでいたというふうな気がして、ちょこんちょこんと打つような触るだけの命打ちが多かったので、やっぱり一番最後にやった基本のように本当にすごいことになったと切るような、一応やっておられるとはいいなと思いました。で7人ですから、世代ですから、一人も脱落することなく一致団結して3年間頑張ってください。はい、はい。